猛烈な炎の中で溶け出す釉薬。釜の中の温度は1200度を超える。土物と呼ばれる陶器は食感が柔らかく吸水性があり重厚感にあふれている。古くから茶人や好き者に愛された侘びの風情を生まれながらに備えている。これが山口を代表する萩焼である。萩焼の起源は400年余り前に遡ります。戦国時代、中国地方一帯を治めていた有力大名の毛利輝元は、豊臣秀吉の命により朝鮮から刀工たちを連れ帰りました。1600年、関ヶ原の戦いに敗れた毛利は周防長門の2カ国に転封され、居城も萩に移します。輝元が預かっていた李釈光らの刀工もこれを機に萩に移り住むことになります。ここで茶人として名高い古田織部の美意識の影響のもと、李釈光が御用窯として開いたのが萩焼のルーツです。李釈光の死後、弟李慶が後を継ぎ、初代坂高麗左衛門となりました。萩焼は高麗茶碗特有の割高台、御所丸、堀三島などの意匠がありましたが、模倣ではない独自の形を求めて進化していきます。17世紀の終わり頃から萩焼には楽風の特徴が加わることで、日本的な風情を帯び現在の姿へと続いてきたのです。ここで萩焼ができるまでの工程を紹介しましょう。萩焼には山口県防府市で採れる大道土と、萩市福江で採れる御岳土を主として、萩市三島で採れる三島土や窯元の土などが用いられます。原土の比率は萩焼の風合いを左右する重要な要素です。混ぜ合わせた土をムラのない状態に整えます。これを土もみ、土練りといい、中に含まれている気泡を追い出す効果もあります。ろくろによる成形です。特に目の粗い土を使っている場合は形が崩れやすいため、非常に繊細な技術を必要とします。成形したものを乾燥させ、700度から800度ほどの温度で素焼きします。これに釉薬をかけて釜詰めの準備をします。釉薬は焼き物を覆うガラス質の被膜です。含まれる成分によって仕上がりの色や手触りが大きく変わってきます。萩焼の場合、木灰と彫石を合わせた琵琶薬と、藁灰を大量に加えた白萩釉が代表的な釉薬です。釉薬が乾くといよいよ釜詰めです。萩焼の上り釜は一般的にかまぼこを並べたような連帽式が多く用いられています。現在は4部屋から5部屋の小正室を持つ釜が主流です。一番下の部屋は大口とも呼ばれる小正室で、釜全体を温めるために薪をくべる焚き口です。大口に近い部屋から順に灰窯、2軒目、3軒目と続き、それぞれ横には焚き口が設けられています。大口から遠くなるにつれ、温度の上がり方が緩やかになり、火の回り方も違ってきます。これが萩焼の出来具合を決める大事な要素ですから、作り手は仕上がりを想定しながら釜詰めをするのです。
焼成時間はおおよそ20夜。その間、不眠不休の作業が続きます。火を落とし、丸1日以上かけて釜全体を冷やします。釜出しは作り手が最も緊張する瞬間です。登り釜は火力のコントロールが難しいため、思い通りに仕上がる確率が低くなります。それでも登り釜を使うのは、独特の深みや味わいを求めるためです。また白萩牛の萩焼きに偶然現れる色合いは、登り釜特有の現象で曜変と呼ばれ珍重されています。萩焼きは柔らかな土味が特徴です。また熱伝導率が低いため保温性が高く、熱いお茶などを入れても器が熱くなりすぎないといった特徴も備えています。萩焼きのもう一つの特徴が、表面に現れる細いひび割れ、貫入です。これは焼成した萩焼きが冷えていくとき、土と釉薬の収縮差によって起こるもので、その焼き物の個性となっています。貫入によるひびには茶渋などが入り込み、使うにつれて色が変化していきます。茶人の間では茶慣れと呼び、萩焼きの見どころの一つとして好まれています。これは萩の七化けとも呼ばれています。毛利輝元が持ち込んだ朝鮮半島の作陶技術は、古田織部によって高められた美意識に影響を受け、歴代の作り手たちが個性を競い合って現在に伝わってきました。まさに我が国を代表する山口県の伝統工芸技術、それが萩焼きなのです。